はい再開しましたはいじゃあここから本題入っていきましょうよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまず第一文型 S v SV SV これはまあいいんじゃないですかねそうですね今まで主語動詞何かできたので,で、ね、はい、はい、大丈夫だと思います何かないんでそうですね、はあ、何がないって言っちゃうとあれなんですけど、まあ、今はないです今はない 今はちょっとなんかすするんでけど <laughs> ちょっとドキッとしますしつつ今の時点では、はい、He works, 彼は働くうん、うん、She smiled, I sing,、うん、I dance,、うん、birds fly、うん、彼は働く彼女は微笑んだ私は歌う私は踊る鳥は飛ぶうん、うん、主語同士で,ですね、はい それだけですねそれだけですねただしちょっとここに嫌な<ー>これが成り立つのは V が自動詞の時だけっていう <laughs> おお、早速自動詞という単語が来ましたねねこれは今は気にしないで、はいいですあ、そうなんですねそんなにあんまり気にするとキャーってなるから、はい、ああ、<laughs> じゃあキャーってならないようにふんってしときます <laughs> <laughs> 今ははい ふーんでいいです。<laughs> ふーんでしときます <laughs>。これは、なんか、見えてるんだけど、視界には入ってるんだけど、<laughs> はいはい、ま気にしない感じで。あ、はい、わかりました。で、次です。はい。第二文型、第三文型。うん、第二文型、第三文型。ここから急になんか、わけわかんなくなるんですよね。もう、あの、シートの、なんか、何、シートは何ぞやみたいなとこから始まりますね <laughs>。そうなんだよね。<laughs> はい、<laughs> それを学校英語なんかの世界で言うと「はぁ、い、ん?」っていう「はぁっ?」みたいなそう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 何を説明されたとしても「what are you talking about?」みたいなこうさ何言ってるか分かんねえよみたいなそう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 んだよねそうそうそう <laughs> そうそうそ、ねね、<laughs> うそ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 う うん、一応なんか SVC とか SVO ってあるよって思ったけども第2第3どっちがどっちだっけみたいなそんなレベルです、ね、そうだよねほんとはもうそれでそういう人どんとこいですから今日はあ,ありがとうございます <laughs> で見分け方はいたった1分でってやつですねうーんはい C とか O とか気にしないでくださいあいいんですかはいおう 実際こういうのを説明してるネットの無料サイトなんかでははい気にするように書いたんだけどはい俺はそれすら忘れていいと思う今は。ああそうなんですか。ただし1個だけ個だけこれだけ気にしてほしいのは主語これはサブジェクトなので S になりますが主語はい主語が何かとイコールになるならないあはい。 集合が何かとイコールになれば第二2第2<二>こういうのね意外とくだらないようで大事なんですけどはいイコールで2じゃないですか和数字で言うあ本当だ <laughs>、はい、そうですね、うん、イコールは 2, 2イコールは2、はい、これを覚えてくださいああこれ覚えやすいですね、うん、そうするとそうじゃなければ3だなとああそうですね 1> 今1とか4とか5は出てこないのではいイコールは2これだけです、うん、はい 本当にこれだけでいいんで。ああ、なんか、やったーと思いました。うん、<laughs> これだけでいいんですね。で、うん、本当にそれでいいのかどうか、今からお話ししていきますが。はい。こちらを見てください。お、はい。これは。this is あの、アポ。うん、うん、うん。これ、これ、主語。あ、主語、これはリンゴですよね。あ、リンゴです。これとリンゴってイコールじゃないですか。あ、イコールです。ね。 はい。これとリンゴ別々じゃないですよね。あ、そうですね。こういうことなんですよ。これ主語と、もう今 C とか方はいいんで。はい。主語が何かとイコールになる。おお、なってますね。これに。はあ、に。はい。例えば、例文で。彼、ひ。主語は。先生。私の先生。はい。イコールですよね。 あそうですね。彼と私の先生、別人じゃないですよね。あそうですね。彼は私の先生、これ、イコールですね。あイコールですね。ごめん、イコール、どうしてもイコールって、イコールですね。イコールです。You are tall.、うん、あなたと背の高い人、別人じゃないですよね。あ同じですね。あなた、背高いイコールですよね。イコールです。t h t car. is expensive これは値段が高い方の高いですけど、うん、そうですね、はい、あの車と値段が高い車って別々なこと言ってないですよねああそうですねイコールになってるじゃないですかああ全部イコールになってますイコールは2なんですよイコールは2ああ、はい、そうですねはい、はい、じゃあ SVO、はい、これはイコールになるかならないかというとおーおーならないわけですよ ああ、ならないですね。<laughs> 私は私、あなた、あなたじゃないですか。ああ、間違いなくそうです。この私、主語。うんうん、イコールになるものはないですね。うん、ないですね。私とあなた、別ですよね。別人です。ああ。第三文型っていうのは。<laughs> はい。主語が何とも一緒にはならないんですよ。主語が何とも一緒にならない。はい。何ともとか、この場合は、まあ、王になりますけど。うん、はい。 I と言うは私あなた一緒じゃないですよ一緒にすんなって怒って、ね、<laughs> お前怒られてる <laughs>、ね、怒ってはる <laughs> 例文はい「I have an apple」これはもう今は和訳しなくてもいいぐらいなんでうん、うん、私とリンゴって同じじゃないですよねあ,あ同じじゃないです She plays tennis、うん、彼女は人でですすよね、はいテニスってスポーツですよ、ね、ああそうですねイコールにならないですよね 同じように「they」これ「by」の過去で「bought」「books」はい、彼らもうこれ動詞の意味は今どうでもいいんで、はい、彼らと本って一緒じゃないでしょうん違います一緒にすなっていうのが第三文系 <laughs> 一緒にすなの第三文系<う>、はい、もうこれだけなんです「s」が何かとイコールになれば 2, 2>、はい、ならなければ3 おーもう真意とか大すら気にしないであいいんですねもう見分け方はこれだけなんですよああ簡単ですねでしょ、はい、でもこれも見分けがつくじゃないですかうん見分けつきそうです普通の例えば学校英語なんかの考え方でいうと、はい、第二文型まあ先ほどの例文ですけれどもうん、うん、集合プラス動詞プラス保護 主語、うん、プラス動詞プラス目的語はいから This is an apple これはりんごですこの役になるのは主語が来て動詞が B e 動詞でここには保護が来てるからこうで、うん、I have an apple これは I で動詞が HAV だから AN apple を持っているそんな風な教え方になっちゃうじゃないですかはいで C 保護とか目的語、うん これ、まあ、コンプリメントなので C、はい、オブジェクトなので O なんですけれどじゃあ保護とは一体何ですか保護とは一般的に主語を修飾する修飾、はい、とは主語の状態を説明する補う補うから保護なんですけど、はい、主語を修飾するための形容詞が用いられる、はい、で形容詞には2つの働きがあって <laughs> はい、名詞を就職するという働き、はい、名詞を就職していない時が保護になる、はい、で名詞を就職する場合はどういう時かというと名詞の前に置かれている時ん<ー>例えばバラが一本ああ、はい、赤いバラと言いたい時には「ア・レッド・ローズ」と言いますけど「ア、はい・ローズ・レッド」の順番にはならない。 あはいバラ赤いとは日本語でも言わないですね <laughs> 確かに言わないですあローズ・レッドっていうふうになったら、うん、この赤はバラを就職してないんですよ、うん、ああはいそうですねそ,そういう名詞を就職していない時は保護だと考えられるうんで「オブジェクト」<laughs> はい適語は <laughs>、はい、動詞の動作の対象となる言葉 うん、一般的には普通名詞とか代名詞その目的格が用いられると、はい、目的語となりうる語にはどういうものがありますか普通の名詞代名詞 We saw a big dog 我々は、はい、見たの動詞の目的は、うんはい、a big dog でかい犬ほう<ー>で プラス形容詞 or the plus 分子で何々な人何々のようなものうん、うん、We should not despise the poor 我々はするべきでないうん、うん、何を見,さ見下ろす見下す軽蔑するみたいなことなんですけど<ー>で何をそうする、えー、軽蔑するべきではないのか しい人、うんあはい人ででなってくわけですね、はい、名詞句同名詞とか不定詞 He heard just finished. これなじみがあると思うんですけど、うん、そうですね,時ねしっかりやったからね、はい、我々は、ね <laughs> はい彼はちょうど今終えたところだ何をっていうのが目的語で 同名詞不定詞が来たりするんですけど、この場合は、reading the book。本を読んでいるっていうことを今、終えたところだ。彼はちょうど今、本を読み終えたところだ。はい。節。シ説。I'll ask her: 私は彼女に聞いてみよう。は,ーは,ーはい whether she can come to the party? かどうか。whether? うん,う,んうん。 カむ来る何にうん、うん、パーティーに。うん、私は彼女がパーティーに来れるかどうかを聞いてみる。再起代名詞。はい。Enjoyed ourselves。再起代名詞は自分たちのことですね。ああはい。私たちは楽しんだ何を私たち自身を。ラストナイト。まあなんか盛り上がったんでしょう。 あーはい。ねこの目的語となりうる語は基本主語になりうるんですが文章の、はい、三役代名詞だけは主語にはなれないという特徴があります。はーはい。<笑><笑>もうさ。はい。こういう教わり方したと思うんですよ一度は。はい一度はしました。もうだからわけわかんなくって。 はい、でもう一生懸命頑張らなきゃ勉強しなきゃみたいなこと言われるほどにあ、はい、もう勘弁してくださいって <laughs> もう本当に本当にもう閉じモードですねもう言わんとって何もみたいな、うん、<laughs> もう何も言わない <me> <laughs> ほっといて。<laughs> もう何も話しかけないでいな <laughs> もう本当にもう,もう一人にしてくださいみたいな状態ですねもしくはやんのかこ、はい、<ほ>ら <laughs> <laughs> やんのか <laughs> こらわけわかんねえよみたいになっちゃうじゃないですか <laughs> そうですねもう私はさっきからもうほんやーっとしてましたでしょ,でしょ ごめんなさい,いやそうなるって <laughs>、はい、ウキャーってなった上にだよ、はい、コンプリメントオブジェクトこれが分かんない上にさら、うん、に足すんじゃねえよっていう話ですよ。<laughs> そうですね。もうわけの分かんないオブジェクトが倍になるとか、はい、わけの分かんないオブジェクトにわけの分かんないこう保護がつく、はい、コンプリメントがつく。はい、もう なんど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 んこのハテナが増えていくだけですよねああ増えますね <laughs> じゃあどうすればいいのかっていうことですよはいまずはこの3つをしっかり明確にしよううーんはいもうこれでねはいじゃあ第4文系は第5文系はみたいになっちゃうじゃないですか学校ってあなります <laughs> じゃなくてまずこの3つをしっかり今回ここではい明確に理解してしまおうと思うんですねはい では一旦区切ります。はい。